星の国アリスへようこそ。天使のレイと申します。はい、シャープ472です。はい、今回ご紹介するのはですね、前回ご紹介したのがこちら、トモエマミ制服バージョンです。ということで、今までの流れで、制服魔法少女、制服魔法少女、制服と来てるんで、今回は、このトモエマミの魔法少女バージョンですね、そちらの方をご紹介したいと思います。はい、それがこちら、じゃんとね、こちらです。これが魔法少女姿ですね。ご紹介している順番が、バドカ、サヤカ、マミとなってますけど、本来はこれを先にする予定でした。バドカ、マミさん、サヤカの順になったんですけど、手違いで間違えましたんで、はい、これが本当は先に来る予定でした。ということで、まずこちらの付属品ですね、そちらの方をいつものとおりこの辺に、全部並べたいと思います。はい、一通り並べたのがこの状態となります。いつものベース、いつものアーム、これは変わらないですね。で、手首ホルダー、あとここに公開用の表情パーツ2つと、ここにあるのが、お菓子の魔女でいいんだったっけな。はい、それの、まあ、ある意味変身前、こうマントのところで、ね、ここにもなんか書いてありますね。これは後でご紹介します。で、あとここに6本マスケット銃と、ここに6つある、これが、本来は先にご紹介する予定だったんですけど、前々回の、さやかですね。さやかの魔法少女姿の時にもあったと思うんですけど、剣ですね。剣をこうやって、こちらは銃ですけど、こんな感じ。このベースに銃をこうやって、こうやって立たせる。はい。召喚時といいますか、なんて言うんだろうね。まあ、こう銃を出した時に、こうやって地面にこうやって、あったんで、それを再現するためのパーツがこうやってついております。それが、16本に対して、まあ、ベースもちゃんと6個あるっていう感じですね。はい、まあ飾る方法としてはさやかの時と同じ、まあ飾る方法はこれしかないんで、こういう形で、まあ、並べることができるよというふうになっております。で、さらにこの花みたいな飾りのこれ何かと言いますと、これと今帽子かぶってるんですけど、それ付近のパーツを取り替えることによって帽子なしバージョンにすることができると、そういう付属品となっております。はい、ではですね、まず一通り全部これちょっと避けちゃいまして、で、制服版ちょっと避けて、はい、ではこれぐるり回します。はい、こんな感じです。ではですね、可動範囲の方をこれからご紹介していきたいと思います。まず頭部、左右、これもうちょっといきますよ。はい、あと上、これが上、下、こんな感じで、制服版の時と同じく、ここの後ろのテール部分は根元のボール状に手で動かすことができます。と言いますか、先にこっちが出ました。魔法少女版が出てから、制服版が後から出たという感じですね。はい、じゃあこんな感じなので、頭部の作りは逆にこっちの流用だと思います。で、先ほど言ってたここのパーツ、帽子側にジョイントがあるんではなく、帽子とこの花の飾りみたいな、これ、まあ、ソウルジムなんですけど、これとこれがくっついてて、こっち側にピンがあります。なので、これを取り外して、先ほどの花みたいなこれをつけると帽子なしバージョンできるよと、そういう作りになっております。はい、で、可動は肩、ここの部分ね、いつものボールになってここで動かせるのと、あとこの肌色ですね、ここちょうど肌色と、ここの、裾っていうかね、ここの境目のところでこうロールできるのと、腕自体がここまで90度よりほんとちょっと曲がってるかなぐらいですね。はい、で、あと手首、これは旧タイプなんでピンですね。で、若干ここの部分が埋まり気味ですね、手首が。はい、これちょっと今までのと比べて若干可動範囲が狭いかなーっていう感じです。はい、一応可動としては左右同じ感じです。次、ボディ、この胸ですね、この胸の下のここのラインでこう動かすことができる、結構動きますね。これは今までの中で一番動いてるんじゃないでしょうか。で、今度腰がこのスカートのところで動くのではなく、
このスカートの中ですね、中のこの腰部分のパーツ、これで稼働させる感じ。はい、全体的に倒すとこんな感じですね。はい、で足でスカート自体なんですけど、制服の時ではこうスリットが入ったりとか前面部分で割れたりっていうので広がってるんですけど、マドカですね、マドカの時みたく下がこういう風にガバーッと開いてるので、これによってこうやって足を開くことができると。プラススカート自体があのマドカの時みたく硬すぎず、あのペラペラではないんで、まあ多少硬いかなぐらいなんで、ちょっと無理すれば結構ここまで開くことができそうですね。はい、前後も同じです。で、多分間違いなく個体差にはなるんですけど、私の場合このスカートの中のパンツのパーツですね、この端の方、特に上のこの腰とのこの境目のここら辺、これが足首とか足の付け根の関節のところで巻き込んでてシワクチャになってたんですよね。はい、そういうのがあったので、もしですね、今から購入して気になった方はまず開けて下見て、あ、大丈夫だねみたいな、そういう確認した方がいいと思います。特に今の時期だと発売からもうかなり時が経ってるんで、私の時以上に多分ダメージがあると思います。なので一回外すか、その巻き込んでるパーツ、そこを起こした状態でこの足関節の上に乗るような状態にして、長期その状態にしておくと結構形元に戻ったりします。はい、でちなみに足のここのこの太もものここのラインでのロールはありません。はい、で足はここまで曲がります。であと足首は、従来のジョイントが使われてるんですけど、ここの前面部分これが出てるんで、前方方向にはこれが限界ですね。後ろは多少行くんですけど、前はこれが限界、左右は行きますけどね。はい、こんな感じです。一応こんな感じで、まあとりあえずの可動範囲は完了ですね。はい、ではあと背中のこちらの穴の方にいつものジョイント差し込んで、これも穴自体がそんなに深くないんでマックス入ってもこんな感じですね。はい、してベースの方をこう取り付けて、あと角度の方を調整すると、こんな感じです。こんな感じとなっております。はい、ではですね、可動範囲はこれで以上終了で、これから、表情パーツの交換とか武器の持たせ方なんかやっていきたいと思います。まずは表情パーツの交換、これは前の、制服版と基本的に一緒ですね。前髪を外して今ついている表情パーツ取って、付属パーツは2つ、片目閉じてるこの顔、それともう一つ、これよく見えないんですけど、この辺涙があって、だったら死ぬしかないじゃないだったっけ、なんかそんな感じのセリフを言った時の表情パーツ。はい、まあ、とりあえずそれをこうやってつけて前髪を戻すと、そうするとこういう風に表情パーツを変えることができます。この時に本当はマスケット銃を構えてた方が、まあ、劇中の形になるんですけどね。はい、それプラス前髪を一旦外してまた表情パーツ取って、で今から何するかと言いますと、前回ご紹介した制服版の表情パーツ、一応今回2種類今手に持ってます。形状は一緒なんでつくかな、あ、つくね、ちょっと硬いですね、きついけど、はい、こうやってつけることができます。なので通常版、まあ通常版というかこの魔法少女姿バージョンだと普通の顔、まあ普通の顔というか標準の顔と片目ウィンクのこれとこの顔しかないんですけど、こうやって笑顔とか、あとこのキリッとした感じの顔、これ制服版のやつですね、とかのやつも使用することができるよという感じですね。ただきつい可能性もあるので、きつければあまり無理しない方がいいですね。こっち側の表情パーツ自体がちょっとゆるゆるになる可能性があるんで、はい、一応こんな感じです。一応これちょっと外して、
この顔にしようかな。はい、こんな感じです。ではですね、次、この帽子を取りたいと思います。先ほども言った通り、ここをですね、帽子側をこう引っ張るんではなく、この帽子側をこう引っ張るんではなく、ここのソールジェムのここ部分ですね、これをこう横にスライドする感じ、真横っていうよりもこう感じ、こういう感じですね、こういう感じで取りましたら穴が出てくるんで、この穴にこの 棒が合う形が合うようにこうつけてあげると、こうしてあげると、はい、帽子なしバージョンになると。普通、従来ではないですけど、普通のやつだとここに穴が開いてて付け外しだと思うんですけど、こういうようなものがあるんで、こういう風な感じでちゃんと後ろから見ても変な穴がないっていう、こういう見た目が綺麗になるように配慮された作りとなっております。他にあの帽子をなしバージョンにするんだったら、頭部丸ごと交換するとか、そういう方法もあったりするんですけど、今回はこういうのがあるんで、それありきで交換することができるという感じとなっております。はい、ではですね、次、武器の方を持たせていきたいと思います。まずこれが手首ホルダー一式。この手首、この手首と、これがあのマスケット銃持つための手首ですね。これとこれを2つ組み合わせて、さらに先ほどのこの表情パーツをやると、あの両手でマスケット銃1本構えている状態にすることができると。で、基本的にはこの手首を使うという感じで、それが、ね、平手、あとこれが丸いものですね、を持たせるためのもの、いや、手首ですね。はい、で、この形状の手首の方に銃は全て同じなので、どれか適当に1本ここでこういう感じですね、こういう形で持たせると、ちゃんと、引き金のところに指がちゃんと入るようにこうやってセッティングしたら、手首パーツを外して、今持たせたやつをこうマウントちゃんとこうやって入れてあげると、はい、こういう形で構えることができますと。で、まあこちらのマスケット銃自体はそんなに重量はないんですけど、他の手首ですね、この手首みたいな感じでこういう可動が、一切ないです。これ一体成形ものになってるんで、手首自体の可動はないです。ただそれでもこうやってしっかり安定して構えることができる。あと動かしたいときはここでのひねりとか、あと腕のこの振り、これでまあ構えてあげるという、そんな感じですね。こんな形で組んであげる格好となります。はい、以上、マミさんの方としてはこんな感じで、可動範囲とかをご紹介は終了となりますね。あとおまけじゃないですけど、こうお菓子の魔女、こちらはパーツ全部で3つ、このベースの方にこのディスプレイ用のやつをつけて、頭部のここの穴、ここにある穴にこれを差し込んであげれば、一緒に飾ることができると。で、このお菓子の魔女の方は、これはある意味仮の姿かなって言っていいのかな。で、本来の姿はここにあると。で、これもちゃんと印刷されてて綺麗になっております。で、これをここに差し込んであげれば、こうやって飾ったり、あとバトル中ですね、戦闘中のようにすることもできると。はい、で、一応手になるのかな、これも根元のボールジョイントで動かしてあげることもできますし、頭部が動くっていうか、こうボディが逆にこう動く感じですね。こう体側がこうちょっと多少動かしてあげることができる、そんな感じですね。はい、こんな感じで、一緒に飾ったりすることもできます。はい、で、前回ご紹介した、制服版の、マミさんですね、そちらの方にでもご紹介しました、この手首、この手首を使用することによって、今現在こういう感じでカップとソーサー持ってる、これをこっち側の魔法少女バージョンでもやることができる、そういうやつが付属しておりますので、まあ普通といいますか、大体の人は、まあ、あの魔法少女版買ったら制服版も揃えてると思いますので、
あとは、まあ、これから揃える方は、まあ、両方揃えた方が遊びの幅が広がっていいんじゃないかなと、そういうふうに思っております。はい、ではですね、この2つを、一旦下げまして、はい、このコーナー行ってみよう。はい、今回のカードはこちら、スカール、仮面ライドスカール。はい、こんな感じでした。ではマミさんだけ戻しまして、一応こんな感じで、フィグマの、ともえまみ魔法少女バージョン、こちらの方をご紹介終了したいと思います。次回もですね、まだと言いますか、次回以降もまだまだしばらく続きます。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。バイ。